男福島が証明してやら。うんうん、私も見てるから頑張ってよね。なんかちょっと震えてたりしない？もしかしてビビってるってやつ？せい、ビビビってなんかいねえよ。ただ今日はちょっと体調悪いみたいで。せい、こっち。とー。せい。と。とー。た。とー。と。せい。と。行くぞ。誰もいない戦場に響き渡る三味線の音色。そっか。行くぞ。崖の上から聞こえるけど、ふつかねえのか。しっかり話しないと。きっと近所のおっさんが引いてんだよな。お化けが三味線に行くわけねえし。勝手に門が閉まった。なんだか叫びすぎて頭痛い。シーカー、そんなの知らないし。とにかく早く崖の上を目指してね。ではところに来ちまったんだ。ついに見ちゃった、お化け。俺何も悪いことしてねえからな。ここだ。マジで近づかないと。閉めろって。お化けに当たっちまうだろうが。と、これが我が情熱の炎よ。ありえねえ。俺が力負けするとか。受けてた敵将打ち取ったぜ。お化けを倒せた。大したことねえな。行くぞ。ちょっと落ち着いてきたぜ。平常心、平常心。行くぞ。全部の七不思議見るまで帰らないでよね。私一人じゃちょっと寂しいし。あれ、これって七不思議の一つ、神出鬼没の咳込み幽霊じゃない？マジで？退治するしかねえのかよ。あ、やべ、俺もえいずきぞ。ここだね。タブ。ゆっくり。幽霊とは失礼な。まだ召されてなどおらぬ。聞こえねえ。俺の原稿でとっとと成仏しやがれ。あれ、いねえ。私の幽霊が消えちまった。どっか別の場所に行ったんじゃない？だって神出鬼没の幽霊だし。狂気参上。せげる。私が行こう。いきなり襲ってくるとは、なんと無体な。あれ、この人見覚えあるんですけど。なんだよ、幽霊の正体は顔色の悪いおっさんかよ。ああ、超安
安心した。超スッキリ。タッシュ、ここだ。でもよ、あのおっさん、なんであんなところにいたんだ。さっき聞いてみたんだけど、健康のために散歩してたのか。タッ、それを俺、怒っちまったのか。しまったな。七不思議の一つ、痩せこけた幽霊。飢え死にした霊で食糧庫によく現れるとか。腹をすかせた幽霊。あれよ、あ、ここだ。なんか俺も腹がグーってなってきた。てんせい、くの地線崩壊するぜ。霊が食糧庫荒らしか。賢者無敗の規律を乱す火種は消さねば。私が行こう。激しく攻め立てよ。はい、玉は。ああ、なんだよこいつの怨念やべえぞ。昔の食料庫番とかだよ。マジ勘弁してくれよ。A はここで一体何を。詳細は後ほど聞こう。あれ、あの人味方の軍師じゃん。私たちのこと泥棒と勘違いしたって感じ。なんと勘弁だったのかよ。よかった。ちょっと後が怖えけど。やった。でもよ、勘弁があそこにいたってことは実際に食糧庫を荒らしてる奴がいるってこと。もしかしてそれが本物の幽霊ってやつ。脅かすのはなぜ。ノロウズは今さらに。お前、俺呼んだ。呼んだよな。え、私何も言ってないんだけど。呪ってやる。あの頭巾かぶった連中が俺を呪うって。必殺なんだよ。ガチでわけわかんねえよ。てか、これも七不思議じゃない。呪いの言葉を吐く頭巾の集団ってやつ。てやなんで俺が呪われなきゃなんねんだ。マジで。それは面白いからだな。あっしは成り行きで付き合った時だよ。愉快なもんが見られるって言われてね。なんかこいつらの正体が分かったような。受けてた。ディグリトリアトーフ乱参上。人を脅かす最高に宝刀に教えていたのだ。マサノリ、お前は見事に流れに乗ってくれたな。確かにやみつきになっちまいそうだね。なあ、それもマサノリ殿の反応がいいからさ。なんでこの状況でこんなことに全力なんだよ。頭いいやつと考えることはわかんねえ。受けてみよう。とあいつら、人を脅かして喜ぶなんてマジ趣味悪いぜ。私なんとなくわかるかも。あんたの反応って飽きないし。ここ三味線の音が聞こえた崖じゃねえか。ついに来ちまったぜ。もうすぐ正体がわかるんじゃない。気分上がってきた。かき鳴らせ荒ぶる魂のままに。こいつの
の正体わかったぜ。妖怪完全行動だ。君と天井に散った声なき声を聞け。それは霊ではない、反骨の魂だ。普通もしかしてうるせえぞ、話を聞けこら。反骨の魂が俺に語りかけた。お前の声に耳を傾けろ、静絶に。やっと静かになったけ。少々考えて聞けよ。そうならば俺はお前のそばにいる。俺の反骨の魂がそうしろと言っている。しゃあ、これで三味線の謎は解けたぜ。七不思議なんてやっぱなし。私のこと、七不思議の謎もう結構解いたよな。もう帰ってよくね。てか帰らせてくれ。そんなのダメだし、最後までやってこれなきゃ。私そんな不正感するなって。わかるかよ、行かいいんだろ。いきゃでや行くぞ。またもんが勝手に。やっぱ怖え。勘弁してくれ。男福島の男泣きが異世界にとどろく。その慟哭がまた俺を熱く燃えたぎらせる。君のことを切ってもいい。いきなり出た白塗りお化け。びっくりして足くじいちまったよ。あー、これも七不思議じゃん。水辺に浮かび上がる白塗りのお面ってやつ。後悔するぜ。おい、また言うんじゃねえか。急に寒くなるぜよ。これ倒れちまう。マジで。感じさ、まさにその弦とは裏腹にお前の魂は燃えている。熱く。なわけねえだろバカ。ああもう幽霊倒すの手伝いやれ。ここだ。受けて立つ。うん、敵将打ち取った。楽しかった。また切り合おう。じゃあね。せい、行くぞ。負けるたちはいいな。嫌なら喧嘩で引くから、まだマシだぜ。あんたもしかして私のために怖いの我慢して頑張ってくれてる？攻める。私もする。ここだ。受けて立つ。天下無双、極みに達したいい顔だ。極めてみたいぜ。用心は前にあり。上等、そのままひた走れ。戦場をかける暴風とならん。先陣実写。また幽霊を乗せちまったぜ。俺の原稿って最強じゃね。マジで。なんだよコポ、いかにもって感じじゃね。マジで勘弁しろって。いかにもで、その概念に抗い、それがお前の反骨だ。
誰だ。邪魔をするなら消えてもらう。なんだこいつ。しかも鬼もいるぜ。どうなってんだよ。一つ目鬼を操る術者の霊、これってかなりヤバいかも。必殺ミイラ戦却。傀儡を試すいい機会だ。おい鬼を操って笑ってんじゃねえ。俺の原稿くらえ。了解。見当違いも甚だしい。私が行こう。俺はただ鬼を操る訓練をしていただけだ。来たるべき対戦に向けてな。みんなに隠れて熱血特訓してたってことか。なんだビビらせんじゃねえ。行くぞ。鬼を従えると聖絶。その気迫、鬼はこたる俺の心をも震わせる。行くぞ。なんか随分奥まで来ちゃったな。行くぞ。もう切り上げねえ。ここまで来て帰るとか引くんですけど。声なき声も言っている。マサムラ、振り向く。前に進めと。受けてみよう。おい、なんか後ろから追いかけてきた。俺こういうの苦手なんだよ、ガチで。おい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 、なんだよあの巨大なお化けは。最後の七不思議、人を惑わしあの世へ連れ去る巨大な幽霊。時だ。貴様はった。用心は前にあり。最後の最後にこれかよ。私が倒せる気がしねえ。鬼怖えけど、もう逃げらんねえ。男福島、巨大幽霊よ。退治してやらー。我が熱き魂よ。いやいや、だから急に門を閉めんじゃねえ。ガチびっくりするから。生還の鍵はあの霊が握っている。生きたくば抗え、男福島。賢者無罪だ。七不思議の連中、一体どうなってんだよ。もう一人の俺と上等、二人の俺のうち影すら失うのはどっち。幽霊か、ゲーか、打ち取ったぜ。知ったこっちゃねえ。ここまで来たら全員締めてやるぜ。玉置参上。天に立てつき世を乱す火種、消そう。各伯生と申す。手加減はグッハ無用だ。いざ。これも流れだ。試してやろう、貴様の意志する力を。かわいそうだ。僕にきれいに切った。受け出した。ここだ。受けて立つん。
参上。その戦聖絶だな。私が行こう。これが我が情熱の炎よ。受けて立つ。せい、運を敵将打ち取った。行くぞ。実はあいつも怖かったんじゃね。ガチで。あいつ何のことだ。最初から他には誰もいなかった。